こんにちは。これは2021年12月 JR 東海岐阜駅で撮った映像です。こちらは名鉄岐阜駅です。ここで JR と名鉄が交差します。それではホームの方に上がってみたいと思います。今日は間もなく引退してしまうであろうこの311系、それから特急ワイドビュー飛騨で使用されているキハ85系をメインに取りに来ております。こちらが311系。この後乗車して名古屋まで行きたいと思います。前面展望の様子はまた後日動画で紹介いたします。前面幕もそうですが、側面幕もまだ LED ではなく電球で幕となっています。これはトップナンバー311系のナンバーの車両になります。パントグラフも昔はひし形だったのですが、今はシングルアームに改造されています。こちらは車内の様子です。先頭車両に車椅子スペースがあります。こちらは運転台です。運転台は姉妹車両である211系と似た形になっています。また205系などとも似ていますね。こちらは 4×4 なので先頭車同士が連結されております。車内はこんな感じです。ロングシートじゃないのは乗ってて疲れないので嬉しいですね。ご案内いたします。ご利用の列車は11時58分発普通列車です。それますと木曽川は終わり一宮皆様の順に終点東島で各駅に停車いたします。座席は今の要領で進行方向に自由に向けることができます。10時58分発普通列車豊橋行きです。
キハ75系は快速三重でも使われている車両です。これもロングシートじゃないので乗ってて疲れなくていいですね。こちらがもう一つのお目当て、キハ85系特急ワイドビューヒラです。こちらの車両は現在新型の CH85 系でしたっけ、確かそんなような名前だったんですがっていう新型車両が2022年7月から営業運転開始なので間もなく引退ということになります。ちなみにこちらの313系も新型の315系というのがすでに営業運転に1編成ですが今のところ導入されております。数年以内に車両がガラッと入れ替わってしまうという可能性もあります。
ちらは313系電車によく似ていますが、キハ25系の気動車になります。6番線から列車が発車します。ご注意ください。